雪の下から大根。家庭ごろよ。私の仲間がたくさん眠っているわ。出た。眩しいな。ここよ。ここよ。お久しぶり。退職後、家族と仲間で後輩の農地開拓に取り組んでいます。再生可能な土地を使って、昨年収穫した大根を雪の中に埋めておきました。越冬大根といって厳しい冬の寒さの中で、眠っていた大根は、みずみずしく煮るのにも時間がかからず、力強い大根のエネルギーをいただくことができるのです。さあ、夏の様子を少しご覧ください。近所の子供たちを集めて収穫しました。大根掘りで交流。楽しかったな。荒れていた畑に大根がいっぱい。復活した畑も大喜びだね。こうして地域の子供たちと収穫した大根、たくさん取れたのでお裾分けしました。次はたくさん大根を掘り越しているところです。眠ってた大根が出てきた。でかっ。よし、冷たいやつ。長めるし、ほら今食べれそう。よし、こえこの辺、あ、まだあるじゃん。この辺の集合ですかね。あ、そこにまだある。手袋が溶けなくなる。すごいな。出てきた。眠ってた大根が出てきた。火はこれで終わるかな。もうすぐ食べれそうな大根たちだ。これだけ掘り出すのには体力がいるんです。汗だくになりながら頑張りました。鳥も遊びに来てくれています。天気が良くて最高。さあ、たくさん取れたのでざっと洗って袋に分けて、いろいろな人にプレゼント。越冬大根のように頑張っていこう。最後までご視聴ありがとうございました。